アルフォンソキアロン監督によるローマ、ローマがメキシコ代表としては初の受賞作となった。本項目は第91回アカデミー賞外国語映画賞への各国の出品作の一覧である。映画芸術科学アカデミーは1956年に外国語映画賞を設立して以来様々な国から最高の作品を招いている。の賞は主要な会話が 英語以外で締められ、アメリカ合衆国以外で制作された長編映画を対象としている。国語映画賞委員会はプロセスを監督し、出品された全作品を鑑賞する。出品映画は2017年10月1日から2018年9月30日までの間に、それぞれの国の劇場で初公開されている必要がある。 2018年10月1日に締め切られ、10月8日にアカデミーは作品一覧を発表した。今回は89カ国が出品し、そのうち87カ国が資格を得た。今回が初出品となったのは、マラウィとニジェール、ザ・ウェディング・リングの2カ国である。2018年末に最終選考9作、2019年1月22日に、 ノミネート5作が発表された。2019年2月24日に受賞式が行われ、アルフォンソ・キアロン監督によるローマ、ローマがメキシコ発の外国語映画賞受賞作となった。ありがとうございます。